ワルター・デラ・メア、オット・リーン・モール、1924ボルター・ジョン・デラ・メアは、イギリスの小説家、詩人。優れた、児童文学作家であるとともに、幻想味豊かな怪奇小説の書き手としても知られ、恐怖の対象を直接描かず、言外の意味をもって、読者の恐怖感を喚起する手法、いわゆる盲ろ法を用いた怪奇、幻想作品は高く評価される。ケント州チャールトンで、 フランス系の両親のもとに生まれる。ヒュージノット協会の管理人の父と、詩人ロバート・ブラウニングの登園にあたる母の間に生まれた。4歳の時に、父が亡くなり家族で、ロンドンに移る。やがてセントポール大聖堂の少年聖火隊に入り、付属生科学院に学ぶ。7歳の時に、ガリバー旅行記に感銘を受けて文学に目覚め、13歳頃には、校内詞の編集に携わる。 14歳で学院を退学して、アングロアメリカン石油会社に就職。翌年カーター・レインに移り、勤めの傍ら成果学院交友会始の編集を続ける。その後、黒と白、スケッチ、ペルメルガゼットなどの雑誌に、詩や短編小説の投稿を始め、1895年に、スケッチに短編、キスメットが掲載されて認められるようになる。 1899年に結婚、後に、次男事情を設ける。1902年に、同様詩の諸女詩集、幼年の歌を、ウォルター・ラメル、ワルター・レイモル名義で出版し一部に注目され、1904年に、初の長編小説、ヘンリー・ブロッケン観光。1908年にアングロアメリカン石油会社を辞めて、ヘンリー・ニューボルト教の推薦で政府から年100ポンドの、 王室奨励金を受けて創作を続けた。1910年に2冊の長編、死者の誘い、3匹のムダムルガー。1911年に死臭、聞き入る人々その他を観光して注目され、ついで1913年の子供向けのピーコックパイにより、同様死の真の後継者との評価を得た。1922年には、ドロシーピーラスロップの差しによる妖精や、 魔女や子鬼を題材にした妖精詩集を発表。1921年の長編、親指長の辞典で、ジェームズ・テイト・ブラック記念賞を受賞。第二次大戦後は、死や永遠といった哲学的テーマによる重厚な長編詩、旅人、甘かける戦車などを執筆。1947年にカーネギー賞受賞。1953年にメリット勲章受賞。 ワーズワースラロマン派詩人の伝統を継いで、イギリスの田園を美しく歌ったジョージアン詩人の一人としても、挙げられる。暮らしぶりについてはあまり知られていないが、アメリカへの公園旅行の他は国外に出ることもなかった。晩年は、遠いカナムのモンペリエローに住み、当時でラメアにあったレオナード・クラークによれば、堂々とした体格、尖った、大きな尖った耳、時々鋭い光を放つ。 目の持ち主という。断片的な資料としては、T.S. エリオット、ディビット・セシル、G. グリーン、デラメア75歳の誕生日に寄せて、家庭医だったサー・ラッセル・ブレイン、デラメアとの差などがある。1956年に統一カナムの自宅で死去、セントポール大聖堂の地下室に埋葬された。長男・リッチャードは、T.S. エリオットと共にフーー、フェイバーフェイバー社に入り、 後に会長となった。日本では、西条八重、佐藤春夫、三好達次、江戸川乱歩などがデラメアを愛好した。ありがとうございます。